はい、皆さんこんにちは、大西あきらです。中学3年生と高校3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。まあ、秋も卒業した身なんですけど、卒業ということで私が3年間バレなかったスクールメイクを紹介していこうと思います。あとね、前髪とか、前髪のね、たくさん聞かれる前髪のヘアセットとかを紹介していこうと思います。よかったら最後まで見てってください。それではどうぞ。はい、それではやっていこうと思います。すっぴんやばい、めっちゃ肌荒れが過去一ひどいんですよね。まず保湿、おなじみラクトデュオの化粧水です。朝時間ないからもうコットンとかでやってられないよ全然。次は日焼け止め、スキンアクアトーンアップ UV エッセンス日焼け止めですね。これだけでトーンアップするから、こんな感じで全体的に塗ったら、コンシーラー、コンシーラーは別に肌荒れてる子だけでいいから、このね、気になるところに。朝なんで、え、マジで声やばいよ、朝やからクマと気になるところに塗ります。リップ、いつものラネージュを塗ります。キャンメイク、マシュマロフィニッシュパウダーもうファンではバレるんでね、しないですよ絶対に。これはマジでわからん、本当にわからん、めっちゃナチュラル。眉毛描きます、私の命。下のラインを平行に引きます。秋は面長だから、長めに引きたいから結構長めに引きます。上の線もまっすぐでカクンって落とします。でここまで来たらもうスッて、はい、そしたらパウダーで埋めていきます。グロウアイパレットの一番濃い色で埋めていきます。描いたところと描いてないところの差があるので、キャンメイクカラーチェンジアイブロウでなじませていきます。前髪秋がないけど、ある子たちの方が多いと思うから、結局眉毛はね、前髪で隠れるからもうバレないと思うんですけど、眉毛を明るくした方が垢抜け感はできます。クリオ PR アイパレットミニ02番ロージーヘイズ使っていきます。この子と、まずこの子塗ります。白っぽい、お、全然分からんね。で、そしたらこっちを塗ります。まあでもアイシャドウで結構バレるよって子多いと思うから、これはマジ塗らなくても塗っても分かんないと思うけど、でも遠目だったらマジで分かんないから、先生になるべく近寄らないように学校で生きてますえ、待って、めっちゃ忘れとった、カラコンですね。レビアのムースブラウン使ってます。めっちゃナチュラル、ほら、こっちつけとるのとこっちつけてないの全然分からんくない、マジでナチュラルですこれは。はい、そしたらアイシャドウは終わりました。で、次、涙袋ですね。ケイトダブルラインエキスパート極薄ブラウンです。先っぽだけ、秋は目頭から真ん中まで引いて爪で引き伸ばしてます。こんな感じで OK。 次はアイライナー、キャンメイクスリムリキッドアイライナー02番です。ちょっとだけ伸ばしすぎたらダメ、わかるかな。そしたらまつげですね。これも上げすぎずナチュラルにマスカラが、マスカラ下地ですね。でもちょっとクリアなやつで、これがケイトアイラッシュフォーマークリア。まつげできたらこんな感じ、もうわかんなくない、ダマなかったら OK です。シェーリング、シェーリングはマジでバレないのでしていいと思います。
シェーディングは正味バレないですね、多分。鼻のここのシェーディングはわかると思うので、マスクするしてるからしなくてもいいのかなと思うんだけど。で、もうラストリップでございます。私はロム&06番使っております。内側にこんぐらい。メイクは完成しました。めっちゃナチュラルじゃない？髪の毛をしていきたいと思います。結構でも髪型は私の学校巻いてても怒られないかな。お団子は怒られますはい、140度で前髪ちゃんをね出すんですよね。こっから前髪を取って、こちらでございます。カーラーですね。これを巻きつけていきます。これ100均で売ってるやつです。これを内側に置いてくるくるしていきます。はい、こんな感じでできたらドライヤーをします。はい、このまま放置しておきます。冷めるまで、真剣に冷めるを待っている間に髪の毛をやっておきます。あ、アイロンを待っている間に。秋の高校生活にしてしたらいいこと、ね、すっごい DM できて、高校生活でしておいた方がいいことって何ですかって聞かれて、めちゃめちゃ本当に行事ごとはマジ本気で楽しんだ方がいい。ちゃんとあの内輪とか作った方がいいし、なんだろう、もう本当に楽しんだ方がいいと思う。もう一生できないことだから、もう文化祭とかもなんか出し物あったりしたら出し物全力でやったり、文化祭とかでそのステージ発表でダンスとかあるじゃない、それはちゃんとなんかね出てた方が、うわ楽しかったなって、なんか後から振り返った時に、何したやろ高校生活って言ったら、あのダンスの時なんかめっちゃ楽しかったなとか。あと球技大会は絶対にガチでやりましょう球技大会ガチでやったらめっちゃ面白いです。もう泣けますよ。そんな感じかな。あ、今恋してる女の子、好きな人いるなーとか、でも学年違うなーとか、他のクラスやなーっていう子はぜひ文化祭とかで行事マジックを使ってあのいろいろ誘ってみてください。本当に文化祭とか運動会の時、あの体育祭の時とかはもう誰に写真撮ろうって言ってもノリで OK って言ってもらえるから大丈夫だと思います。これ結構あの TikTok ライブとかで聞かれて、どうしたらいいですかって聞かれたら言ってることですね。では巻いていきます。そう、秋ね巻くのが別にうまくないので、もう秋もまで練習中でね、本当に巻くの苦手で、本当に高校マジ一瞬すぎて後悔はないけど、なんか物足りんかったから、秋はなんかしたいな、これしたいなって思ったらもうすぐやった方がいい。だからうわ今日晴れてんなって思ったら、わ晴れてんな、どっかピクニックしたいなと思ったらもう放課後ピクニック行ってください。あとはまあ部活かな、部活はした方がいいと思います。あのみんな学校自体が部活あんまりしてない子多いんだったらいいと思うんですけど、結構まあ基本的にみんな部活入るじゃん。だからそう、自分だけ部活入ってなかったりしたらめちゃくちゃ暇なの。その分バイトすればいいかもしれないんだけど、そう多分悲しいと思うので、みんな部活部活で、しかも部活同士でも仲いい子とか、そう部活内でも恋愛とかあると思うので、部活入った方が私はいいなって思います。ちなみに私は3年間サッカー部のマネージャーをしておりました。左できました。熱が冷めるまでちゃんとね耳にかけといた方が、秋はねここの熱が一番欲しいので、ふわってしたいので、韓国な感じでできました。髪の毛はこんな感じでとりあえず置いておきます、余熱が取れるまで。でこの子はもう冷めたので外します。そしたらこうなります
もうこんなんじゃな学校行けないので、ここの真ん中ぐらいから、これストレートアイロンでもできます。ちなみに流してあげます、こうやって。でオイル、ディアリーブの髄です。美容室で買ったやつかな。まずまあ髪の毛に馴染ませます。最初からね、前髪やったらこいつギトギトみたいになるから。はい、でかき上げる感じでこうやってさーってさーってやってあげてください。アホ毛をちゃんと止めてあげてください。 JK の。あとね、前センター分けした時に、ここのなんかね、産毛がすごいので、こうやって一緒に前髪にまとめてあげたら綺麗になります。できました。はい、これが3年間私がバレなかったスクールメイクになります。はい、めっちゃナチュラルだと思うので、よかったら参考にしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。よかったら私のインスタ、TikTok、概要欄から飛べると思うので、よかったら見てみてください。では、バイバーイ。